ルーマニアの共産主義といえば、チャウシェスクのことが真っ先に思い浮かぶと思います。1989年のルーマニア革命まで独裁者として君臨したチャウシェスクですが、彼自身がルーマニアの社会主義体制を作り上げたというわけではもちろんありません。今回はチャウシェスク政権成立までのルーマニアの共産主義の歴史を見ていきましょう。ルーマニア共産党は1921年、サハ分子が権力を掌握したルーマニア社会党が改組する形で成立しました。当初は民族ルーマニア人が党内に少なかったことや大ルーマニア主義を否定したことから党勢は小さく、労働者でなく農民に依拠するポポラニスムという方針を取った時期もあります。戦間期を通じて大弾圧を受け、コミンテルンに代表を送ることもままならなくなりましたが、1931年にスターリンの手こ入れで指導部が変わると状況が変わります。労働者大衆を組織し、ストライキが盛んに戦われました。その中で頭角を現したのがゲオルゲ・ゲオルギュデジです。鉄道労働者だった彼は1930年に共産党に入党、1933年にグリービツァの大鉄道使徒を指導しました。しかし彼は最終的に逮捕され、懲役12年の刑に処されます。他の指導部も弾圧により逮捕されるか亡命し、獄中指導部と亡命指導部の指導の下、党は地下活動を強いられたのでした。転機になったのはスターリングラード攻防戦です。この戦いでルーマニア軍は30万の将兵を失い、ほぼ壊滅、ドニエストル川以東を維持できなくなりました。ミハイ・アントネスクがムッソリーニに共に降伏することを進言したり、ハンガリーとの国境問題から物資を最前線に送るのをやめるなど、枢軸国内での不満も大きくなります。他方国内では徴兵忌避で8万もの人々が逮捕され、装備がないルーマニア軍に行くよりマシと、ドイツ国防軍に志願するルーマニア人まで現れます。国内で混乱と厭戦ムードが高まる中で、共産党とブルジョワ政党は密かにレジスタンス活動を始めました。党の地下組織はデモやストサボタージュを組織し、抵抗活動を行いました。また亡命組のアナ・パーケル、バシレルカ、エミル・ボドナラシュラは亡命者と捕虜によるトゥドル・ブラディミレスク旅団を結成し、赤軍に協力しました。翌列ユ・パトラシュカヌとボドナラシュは極秘に帰国し、ゲオルギュデジも獄中指導を続けました。1944年4月、共産党と社会民主党などは政権打倒のために統一戦線を組みます。武装蜂起を準備し、獄中のゲオルギュデジも秘密裏に脱獄させました。この頃には政権側は進退極まっていました。イオン・アントネスクはカイロ会談に密使を派遣し、休戦工作をするも失敗。8月中には降伏に向けて動き始めました。反アントネスクの運動はいよいよ激化し、8月26日に武装蜂起を行う予定でした。そのような動きの中で、23日、ミハイ国王は、両アントネスクに解任を申し渡して逮捕し、自由党、社民党、共産党などの代表による国民統合政府の樹立を命じます。こうして、共産党は6年ぶりに合法化され、政権に関わることになったのです。赤軍はルーマニア国内を席巻し、その圧力の下で、共産党の権力掌握が徐々に行われていきました。はじめに、ゲオルギュデジが交通省として入閣、国内では、パウケルらによって、党再建が行われます。1945年には、農地解放が始まり、共産党員が農地委員会を指導しました。大土地所有者らは、農地委員を斬殺するなどの抵抗をしますが、農地解放は貫徹され、農民層に共産党支持が広がりました。10月には、党第1回協議会が開かれ、ゲオルギュデジが第一書記に就任しました。ゲオルギュデジ、パウケル、バシレルカ、テオハリ・ジョルジェスクの4人による集団指導体制が取られることになりました。1946年11月に戦後最初の選挙が行われ、共産党、社民党、労働者戦線などによる民主政党ブロックが議席の8割を獲得し、ペテル・グローザを首班とする政権が成立します。党はソ連方式の改革を推し進め、マーシャルプランの拒否、現行国有化、反富農法の制定などを行いました。農民党や自由党は、かつての鉄営団員などと手を組み、テロなどを行いますが、ことごとく失敗。1947年の内閣改造で、ブルジョワ政党からの閣僚は存在しなくなりました。こうなってくると、あることが問題になります。国王の存在です。グローザとゲオルギュデジは、ミハイ国王と折衝を続けますが、決裂、結局、国王に退位を強制しました。
こうして1947年11月12日、ルーマニアは人民共和国を宣言したのです。1948年、社民党は共産党との合同を決議、両党はルーマニア労働者党になり、ゲオルギュ・デジナ第一書記に就任しました。党はマルクス・レーニン主義の綱領とソ連との同盟関係を確認します。スターリン憲法を下敷きにした新憲法が制定され、そこでもソ連の優位が明記されました。ソ連型の重工業化と農業集団化が急速に推し進められます。ゲオルギュ・デジにはもう一つ大きな仕事がありました。権力闘争です。彼はモスクワの後ろ盾に従順に従いながらも、モスクワ派の権力からの排除に乗り出します。信頼のおけない人物を無理やり党員にしたとして、アナ・パウケルを党の要職から解任したことを皮切りに、ルーマニア民族主義を背景にバシレルカやテオハリ・ジョルジェスクなどを要職から排除していきました。ゲオルギュ・デジはソ連邦型の政治を行いましたが、それにも転機が訪れます。1953年、スターリンの死です。各国での新潮流の動きを見て、彼は性急な工業化と集団農業を批判し、党が権威主義的であったことを認めました。またソ連への原料輸出国からの脱却を試み、基礎産業や消費財生産への投資を始め、最終的に東ドイツ、チェコスロバキアに次ぐまでの水準に持っていきました。スターリン批判の後には非スターリン化とともに東側諸国からの相対的な離脱が試みられます。ここからルーマニアの自主独立路線が始まります。首都のユーゴスラビアとの関係を再開し、国内教育でのロシア語必修を廃止しました。ソ連との関係ではワルシャワ条約に基づく赤軍の駐屯を廃止し、コメコンによる農業輸出の強制にも反対しました。1960年の共産党労働者党代表者会議で中ソ論争が激化すると、ルーマニアは中立的な立場を取り、64年にはルーマニア労働者党の立場宣言を発して、ソ連に従属しないことを公に宣言しました。その中で非ソ連化とともにルーマニア化政策を取り、反ソ・ナショナリズムによって国内を締め付けます。他方対外的には西欧の観光客に大きく門戸を開き、ロシア語の代わりに英語やフランス語の書籍まで流通するようになりました。こうしてソ連邦の影響を極力小さくするように努めてきたゲオルギュ・デジは、モスクワ帰りの党員の排除も同時に推し進め、より一層権力を強固にしていきました。最終的に政治局を改組、ゲオルギュ・デジが国家元首に就任することを認めさせ、国内派がモスクワ派との権力闘争に勝利したのです。その矢先のことです。1965年3月19日、ゲオルギュ・デジは肺がんで急逝しました。党第一書記は彼の右腕だったニコライ・チャウシェスクが、国家元首はキブストイカが引き継ぐことになりました。チャウシェスクはルーマニア労働者党をルーマニア共産党に改名、8月には新憲法を採択し、社会主義共和国を宣言しました。彼はゲオルギュ・デジが打ち立てた自主独立路線と民族主義を受け継ぎながらも、次第に権力の個人集中を進めていったのでした。